いやいよいよなんか喋りにくくなってきちゃいましたねすいませんね、えー、今度はね日弁連の新しい会長ですかね日弁連の会長と,、えー、となんか中央省庁が公費税金で、えー、新聞赤旗を読んでたとかっていうそういう話ですかね <laughs> 今日はなんか頭痛が痛い話ばっかりですね、えー じゃあ日弁連の新会長、まあ、女性の方らしいんですけど、えー、公約があって、えー、同性婚の実現選択的という名の夫婦別姓制度の実現つまり日本の戸籍制度を崩壊させる日弁連っていうかなんかあれだな,なんかもう弁護士もなんか本当全数検査じゃないけどさ迷った不良弁護士はもうやっぱ本当逮捕すべきだよねうん 行政司法全部おかしくされちゃってるからねあちこちもう掃除しなきゃいけないところだらけですよね一面、うん、<laughs> でね <laughs> なんか初の女性らしいですよこの会長というかトップになるのがねのなんか淵上さんという方らしいんですけどそれ自体は別に反対なんかしないですよ、ねうん、ただね 結局こういうこのなんか考えですよね、うん。何を考えてる、どういうやつがっていう、そこですよ。ね、結局例えばこの LGBT 法案みたいなのをもう1回なんかさ、なんか別な角度でもっとなんかじゃあもう1丁つって、ねに、なんかもう、中スキームも,もう1個、2個、2、3個もう追加しようぜみたいな、この,この辺でつって、通りやすくなるってことだよね。うん、絶対そうなると思いますよ。 何やってんだか、本当。で、この渕上さんって、この一橋大の法学部卒で、えー、同性婚、選択的夫婦別姓制度の実現のほか、反社会的な宗教活動による被害者支援、また支援、えー、裁判 IT 化への対応の必要性などを訴えたとあ。まあ、IT 化は別に反対はしないですけどね。 IT 化っつってもなんかいろんなちょっと幅広いな裁判官を AI にするとかそういう話だったらいいんですけどね、うんはあ、見通し暗いな <laughs> で今度中央省庁うんなんかねああカタの説明はもういさらいらないですよね共産党機関紙ですよねこんなもんを公費で購読してるっていうのがすごいですよね 意味が分かんないよねえ中央省庁はいいですよね別に農林水産省とか総務省とか財務省とかあの宴会ね11箇所11の省庁で11省で年間431万円余りを公費で支出してたんだよ、ね、だからこいつらが、ね、共産党をこの一部食わしてたってことだよな 何やってんだ本当。<laughs> 政治や連中は政治や連中でどうしようもねえし役人どもは役人どもで何やってんだよなえだって破防法監視団体である日本共産党の活動資金に我々国民の血税税金が使われてたってことですよありえないだろ普通に考えて何やってんだよなどうしても読めなきゃ自分の金で買って読めよう、うん ひどいねえー、と日本共産党機関紙新聞赤旗を抗議で講読している中央11省年間約431万円余り支出していることが発覚しましたよといやこれ大問題だろう、えー、厚労省と文科省の講読数が突出して多く、えー、両省の年間講読料だけで240万円以上に及ぶとねさっきも言った通り、ね、極左暴力集団ですよ ね、公安の監視対象ですよ、破防法監視団体ですよ、日本国内の、ね、日本破壊活動家の、まあ、ある意味、頂点とってもいいよね、うん、テロリスト集団ですよ、ね、政党を装った、バチつけて国会議員を装った、ね、日本破壊活動家と日本破壊活動団体ですよ、その活動資金にわれわれが納めている税金が堂々と使われてたんですよ。 厚労省と、ああ、生活保護の厚労省と奨学金の文科省か。うん、もう全員逮捕してこい。うん、読みてえやつは自腹で買って読めよ。えー、勝手に個人的に共産党員にでもなっとけよ。っていうか、そんなやつを役員、役人として採用するわけにもいかねえけどな。まあ、さっきのなんか、このね、生活保護と、え奨、ー、学金でしょ。もっとわかりやすく言うと、この村木さんのいた、村木厚子さんっていたじゃないですか。ね、まあ、今もいますけど。 がいた厚労省、だ前川喜平さんがいたあ文科省、こう言えば分かりますよね。まあ、大概ですよね。他と比べて桁が一つ多いんですよね。うん、ふざけた連中の巣窟に成り下がってるってことだよね、うん。こういうとこでもやっぱり、だってその証拠じゃん、こんなの。うん、むちゃくちゃだね。うん、もう本当やりたい放題やるね。 で警視庁はこの厚生労働省課長補佐が日本共産党を支持する目的で同党機関士新聞赤型号外を配布するため世田谷区の警視庁職員住宅敷地内に侵入し郵便受け32カ所に機関士を投函した事案で住居侵入罪で現行犯逮捕そういうことも起きてますからねで国家公務員法違反も立件し東京地方警察庁は あ国家公務員法違反で起訴でもこれ顔も名前も晒さないんだよなうんへえ赤旗だけですかね公明新聞も取ってんじゃねえのなあうんちょっとねやっぱね厚労省と文科省は特に掃除が急ぎで必要だよねうん共産党と密接な省庁だっていうことがよく分かりすぎるぐらい分かるよね うん、だって税金ですよね公費ってことはね破防法に基づく、ね、調査対象団体ね日本破壊活動家とその巣窟その団体に流れてるってことですからねだからいつも言ってるじゃないですかそもそも共産党とか共産主義者なんてもう日本に存在させたらダメだっつってんのにうん大体よく考えたら図書館とかにもさねえ 役所とかにもこの赤旗が置かれてるのがおかしいよなうんそう思いませんかねうん日本破壊活動団体の機関紙なんか置くべきじゃないでしょこの新聞じゃないんだからさうんやっぱ日本っていよいよ本当におかしいんだなうんはい以上です